こいつはポリマーか。あいつにはもってこいだな。待ってろ、ローズ。
だぞ。だろ、我慢諦めろ。生身の体でこの俺に勝てるわけがねえ。ダビデとゴリアテのつもりか。いや違うな、お前はただのイーサンだよ。どうだ、ハイゼンベルクを倒した。ミランダを見つけてローズを取り戻す。一人じゃ無理だ、危険すぎる。そこで待て、いいな、イーサン。ローズ、イーサン、応答しろ。ミア、大事だろ、私たちの娘は。俺の全てだ。私にとってもだ。ハイゼンベルクを消し、それからどうする？何か手があるのか？わからない。だがローズは助ける。愚かだな、お前は。妻に入れ替わっても気づかずに。哀れな、イーサン。お前誰だ？ローズは！やめておけ。得意金の力を持つエブリンを覚えてるか？ローズはその力を引き継いだ。いいや、あの子はエブリンさえも凌駕するだろう。あらゆるものの精神を操作できる。その肉体が欲しい。黙れ、怒り女め！心配いらぬ。ローズは復活する。この金婚はすべて記録しているのだ。ただし、その時は私の娘として生まれ変わる。ローズはお前の子じゃない。どこに行った？姿を見せろ。なぜローズが誕生したのか、両親に因子があるのか。お前もまた興味深い存在だ。だがお前の力は把握できた。モルモットとして生かしておく必要もない。ミランダ、臆病者め、
隠れてないで出てこい。恐れるな、イーサ。死は一瞬だ。均衡はお前も記録する。お前の血は後でゆっくり研究するとしよう。夜明けが訪れれば我が儀式は完成し、私は真の母親となるのだ。血が永遠につながる限りな。これまで長かったが、ついに我が願いが叶う。ローズをより代に、ようやく我が子と再会を果たす時が来た。